こんにちは、タカさんです。今日も読みます。道は必ずある、諦めず切り開こう、そして子供は宝。はい、今日の話題はですね、茨城県ひたちなか市の、虐待死事件の記事についてご説明したいと思います。朝日新聞2020年10月7日、28面、ここですね。泣き止まずストレス、茨城乳児虐待死で父親。茨城県ひたちなか市で今年7月、生後1ヶ月の女児が暴行を受けて死亡したとされる事件で、殺人容疑で逮捕されたという内容で、はい、繰り返し暴行とか自分もやられると思い怖くて止めることができなかったと話しているというような内容がありました。整理してみますよ。はい、これは今年の2020年7月の出来事でした。生後1ヶ月の子供が暴行死したという事件です。はい、で当然暴行死なんで身体的虐待です。はい、殺人容疑で逮捕されました。殺人容疑で逮捕というのと身体的虐待、これって何なんだろうと言いますと、これは児童虐待防止等に関する法律第2条に定義が4つ、児童虐待の定義が4つあります。そのうちの1項に身体的虐待の定義がされています。つまり虐待に、法律に該当するということなんですけども、警察が逮捕するときはこれ罪状になりません。つまり罪にならないんです。虐待は罪になりません。ここに規定されている虐待は警察が刑事事件として扱えません。警察が扱えるのはあくまでも刑法に該当するときのみなんです。この今回は殺人容疑で、刑事事件として扱って逮捕したわけなんです。はい、したがってこれ何の意味もない法律なんです。児童虐待防止法、全く無意味。これは何のためにあるんでしょうか。児童相談所が虐待を名前をつけて一時保護するためだけの理由に使ってるようにしか見えないような、そんな法律ですよね。はい、で今回この殺人容疑、泣き止まずストレスが溜まってやったと、供述しているとのことです。はい、はい、この子どのような感じだったかと言いますと、2020年今年の6月に生まれ、7月10日に病院を退院ということでした。はい、退院して5日頃、7月15日頃から父親から繰り返し暴行、そして7月22日の1ヶ月検診で虐待痕などなく検診も異常なしということでした。繰り返し暴行を受けていたにもかかわらず検診異常なしと、当然異常がなければ児童相談所は関与しませんよね。はい、しかし次の日急にぐったりしたと病院に搬送して死亡ということです。なんと退院からわずか2週間ほどの出来事でした。もう一回考えてみましょう。児童相談所が一時保護を行うというのは何か兆候があった時ですよね。兆候があるといやおうなしに一時保護、しかし実際暴行を繰り返していてもこういったところで異常なしだと一切関与できず、これで虐待死が防げますか。防げないですよね。児童相談所どうやったって防げないですよね。防げるはずがないですよね。栗原美也さんが亡くなったと、千葉県は虐待死をゼロにすると、そのために児童相談所の一時保護を強化して一時保護を解除しないことを強化すると宣言したわけです。それに基づいて片っ端から一時保護してるわけですよ。怪しい兆候があったと、怪我をしていると、顔や頭に怪我をしているというだけで一時保護、もう片っ端から一時保護。一時保護所は全て定員オーバー、常に定員オーバー、そして劣悪な状況。これで子どもたちのこういう虐待死が防げるんですか。防げるわけないですよね。実際
今年2月、市原市で乳児が衰弱死してます、虐待死してます、ネグレクトです。全く防げませんでした。児童相談所の児童福祉士さん余裕ないですからね。だってわけのわからない頭とか顔に怪我があるだけで一時保護して一時保護所に入れて転用場してその子供の親と面談してるだけでもう何にも時間ないんですよ。もうそれで手一杯。それさせてんの誰ですか？上司ですよね。上司がいやこれは親見ればわかるでしょって、こんなの虐待するような親じゃないからすぐ返しましょうねってならないわけですよ。いや万が一返しなかったら俺責任取らなきゃいけないもん、やだ、そういうことでしょ。だから返せない。こんなんで虐待死ゼロにできますか？できるわけないでしょ、もうめちゃくちゃでしょ。それを話も聞かないわけですよ。先日の千葉県の市川児童相談所の青木聡美次長のあの対応、あまりにもひどいんであちこちに抗議のお話入れてますよ県の。はい、おかしいですからね。児童福祉法にも反するような児童福祉士のあそこの児童相談所の市川児童相談所のトップの方があのような言動するぐらいですから、全然もう子供のことよりも自分たちの責任逃れしか考えてないことが明らかですよね。子供の声を伝えに言ってるにもかかわらず、あなたの推測でしょ、ふーん、はい、こういう聞き方しかしない。そしてもう適切にやってますと、適切適切、不適切なことを今言ってるにもかかわらず適切。こんな管理職のいる児童相談所がまともに機能するはずないですよね。しかも現在の市川児童相談所の所長は二瓶仁所長、あの栗原美也さん虐待死の事件で文書訓告ということで、処分を受けたのが二瓶仁所長と奥野智義所長。奥野智義所長は現在中央児童相談所の所長です。この処分があまりにも軽いとおかしいと、一般的な目から見ておかしいということで指摘したのが自民党の岸田啓二議員です。もう処分があまりにも軽い、おかしいと、我が党としましても大いに不満でありますと言われたわけですよ。もう与党の圧倒的多数の支持を受けている自民党として不満ですと、もう完全にダメだと、こんな処分じゃおかしいでしょ千葉県と、それを野放しにしてるわけなんです。児童家庭科とか言っても黙り込んでますよね、一切返答なんかしないですよね。それどころか隠蔽しているのが分かりますよね。情報の隠蔽、個人情報保護の悪用ですね。個人情報保護条例は子どもや保護者を保護するために個人情報、名前ですとかこの個人を識別できるような情報をみだりに出さないということなんですけども、児童相談所や児童家庭科これを悪用しまして一切の情報を出さないと、一切出さないんです。出せるはずの情報を一切出さない、そうやって隠蔽して自分たちが追及されないようにしているというのが実態です。はい、全て答えないです。先日の青木次長のあの発言もなんか言ってますけど一切情報出さないんですけど、個人情報保護があるんで出せない情報もあるというようなニュアンスを言いながら一切出さないんです。関係ないんです、出したくないんです。出したら自分たちのおかしな点がどんどん出るからです。不適切な証拠が出ちゃうからです。不適切なことを今現在しているにもかかわらず適切と言い張るんです。これが市川児童相談所の実態、これを伝えるためにこういった YouTube を利用しているわけです。反省する気がないんですよ児童相談所所長も含めて。だって文書訓告受けてるんですよ、あまりにもひどいって、それも全然軽すぎるって言われてるんですよ自民党に。おかしいでしょ。それでそれの対応と一時保護の強化なんかしたって虐待死なんか防げるわけないのに、虐待死ゼロにするための一時保護強化、それで一時保護所に入れられたくない子どもたちが多数無理やり一時保護所に入れられている、これはおかしい。それを伝えるために我々は活動しているわけです。おかしいことをしておきながら給料満額、ボーナス満額、退職金もいただく、
こんな公務員許してていいんですか？おかしいでしょ。頑張ってる児童福祉士さん、平野児童福祉さん、過労で倒れて精神疾患引き起こしたりうつ病になったり、もうおかしくなるのはおかしい、それこそおかしいでしょ。はい、なので変えないでね。児童相談所を正しく機能させるためにも、年功序列で昔の感覚でふんぞり返ってるだけの管理職はいりません。子供のために働かない職員は児童相談所がいらないはずです。はい、もう言い訳ばっかりするような職員はいりません。子供のために働く職員に入れ替えるために、皆さんでしっかり活動していきたいと思います。頑張っている児童福祉士さんのために我々はしっかり活動します。はい、以上です。親子断絶をぶっ壊す。